こんばんは。 VR の日常を配信するマリアです。今日はギャルコレクション12回目ですね。ゲストははるみかんさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はるみかんです。はい、お願いします。はるみかんさんはですね、この1個前の動画が多分ホラワの、動画だと思うんですけど、そこではですね、すごいかっこいいみなせくんでね出てきてくれたんですけど、普段はこんな感じで、バチバチのギャルですね。おっぱい大きめのそうです ね、はい、いつもこんな感じですね。ですね。今日は布多めで出てくれてありがとうございます。すいません、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、いつもの質問を聞いていきたいんですけど、ギャル、なんでギャルアバターを使うようになったかっていうのを皆さんにお聞きしてるんですけど、教えていただけますか？あ、はい、なんでギャルアバター、ですね、もともとなんか自分が小さい時から、周りにいる、まあ、女性が大体ギャルだったんですよ。クラスメイトとかが。あ、そうなんですか。幸運なことに。え、そうなんですよ。ギャルに囲まれて生きてきたんですか？囲まれて生きてきたんで。そうなんだ、羨ましい。うん、そうで、作りたいなんかこうアバターがやっぱそっちに寄っていったんですよね。うんうん、なるほどね。いろんなゲームでギャルを作ってたんですけど、V チャに来た時に、ちょっとお友達がやってるイベントで、あの時はナムザルさんかな、を初めて見た時に、あ、こんな人おるんだというか、やっていいんだみたいな感じになって、もうなんか劇全開のギャルを作り始めた感じです、ね。そうなんですね。それまではちなみにどんなアバター使ってたんですか？あ、でもなんか結構背がちっちゃくて、なんか普通になんだろうな、こう髪はピンクとかだけどギャルほどメイクしてないみたいな感じだったんですよね。そういう女の子ですか？そうです、そうです。そうなんですね。じゃあナムザルさんの影響でおっぱいがどんどん大きくなっていった、ナムザルさんとガラムさんとゼフィランさんの影響で、そうなんですね。そうなんです。それは何年ぐらい前のことなんですか？ぴったり、ほぼ3年かな。ほぼ3年。じゃあ3年ギャルをやってるわけですね。そうですね。3年ギャルやってるから。こだわるんですけど、ギャルになってすぐおっぱい大きくなったんですか？それともだんだん大きくなってたんですか？ね、おっぱいは元からでかかったです。そうなんだ。そうそうそう。なるほどね。元からでかかったですね。じゃあもうおっぱい大きい歴も3年ぐらい。3年ぐらいですね。なるほどなるほど、もうベテランですね、じゃあ。はい。そうですね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、はい、次の質問に移りたいんですけど、VR チャットで普段何して過ごしてるんですか？はい、なんだろうな、麻雀打ったり。ああ、よくしてますよね。はい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 。そうそう。麻雀打ったり、なんか自撮りしたり、イベントとかのキャストやってないんで、そうそう、なんか、一人で遊んでることも多いですね。そうなんですか？テニスワールドにずっと。テニスワールド？うん。そうそうそう。一人でテニスしてるんですか？最近できたテニスが。そう、それ壁打ちみたいなのができるのがあって、へー、びっくりした。なんかNPC みたいな、なんか自動の人とやってんのかと思った。そういうんじゃないですね。あ、いや、でもそれに近いですね。あ、ほぼほぼそうなんですか。あ、そっか、壁打ちですもんね、戻ってきたやつをまた打つみたいな、打つみたいな。え、テニス部だったんですか？やってて、自分卓球部でした。あー、なるほど。そっかそっか。でも似てますもんね、テーブルテニスですもんね。本当はテニス部が良かったんですけど、うちの学校なくて。そうなんですか。花形な部活なのにね、ないとこもあるんですね。そうなんですよ。なんか校庭がね、使えなくて、土器が発掘されたからって言って使えなかったです。すごいとこですね。そうなんですね。それそれ。そんなこともあるんですね。ああ、なるほど。じゃあ意外と一人で遊んでるんですね。一人の方が多分多いかな。それはあんまり人
と話したいなっていう気分じゃない時の方が多いってことなんですか？そういう時も結構あるよってことなんですか？あ、いやでも人と話したいは話したいんですけど、はあはあ、なんだろうな、なんか一人だけで遊びたい時間が絶対あって、この一日のどっかに、で遊んでますね。ギャルアバターについてちょっと聞きたいんですけど、まあはるみかんさんのサイズのお洋服ってないじゃないですか。ないですね。ないですよね、はい、なのであの自分であのブレンダーとか使って改変してるってことなんですよね。そうです、ブレンダー使ったりユニティ使ったりでやってますね。それはなんかもうめんどくさいなみたいになることないんですか？いやもう毎日やってますよ。じゃあもう標準のサイズでいいかなとはなんないんですか？あ、なんかそれで満足しちゃうと負けた気がするんですよね、自分に。あれ、はるみかんさんも勝負したい男ですか？結構最近よく見る熱い男。あ、でも、うん、そのギャルサーに入った時に、うん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 、そのなんかちょっとダメガネさんも言ってたと思うんですけど、うんうんうん、あの悔しがらないと意味がないというか、その熱い男、ね、発展していかないみたいなことを、はい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 、言ってたじゃないですか。ここにも言ってました ね、はい、独身座男性座談会で、はい、おっしゃってました。そう、ね、あれすごく分かるっていうか、なんか自分も入った時に周りにめちゃくちゃ可愛いギャルの人たちがたくさんいて、はいはい、なんか負けてらんねえなって思ったんですよね。そうなんだ。そこなんですね、負けず嫌いというか、うん、その周りに対しての気持ちで。そうですそうですそうです。なんかみんな自分のことを表現できてるから、うんうんうん、なんか自分も負けないぐらいやりたいなってなったんで、うん、そうなんですね。なんかはるみかんさんまで熱い男だとは思いませんでした。知りませんでした。やっぱ皆さん熱いんですね。そうなのかな。あの VR チャット以外のゲームとかはするんですか？うんうん、あ、もうやりますね。うーん、をやってます。どういう系のゲームをするんですかって聞いて私が分かるか分かりませんが。あ、でもシューティングとか、あ、基本は。あ、じゃあやっぱり、はい、なんていうのかな、こう闘争心。そうですね、闘争心、燃えるタイプ。燃えるタイプ、まあ、そうですね。めちゃくちゃ多分人が変わって人が変わるぐらいには多分。え、本当ですか？え、しねえみたいなんですか？あ、全然しねえ。あ、まあでもそんな感じだと思ってて。なるんですね。想像つかない。でもちょっとね、なんか納得です。なんかこうはるみかんさんいつもニコニコしててね、こう優しい言葉遣いでね、うん、いつもね、あのお話してくれるじゃないですか。でもまあ内容もあんまえぐいし、きっと裏の顔があるんだろうなって思ってるんですよ。ちなみに VR カットを始めて何年なんですか？うん、あ、3年かな。ピッ、あ、なるほど。ちょうどその初めてすぐにギャルになってる。そうです。あ、もうほとんど多分始めて1週間とか2週間でナムザルさんのことを見かけてるはずなんで。なんとナムザルさんはすごいですね。ナムザルさん見かけなかったらはるみかさんまだギャルじゃないかもしれないですもんね。多分ギャルじゃない。うわ、すごいですね。そうなんですか。え、じゃあ3年、まあ、VR チャットをやってきて、まあ、どこのお店のキャストとかもやってないっていう状態で、うん、今後 VR チャットでこういうことをやりたいなとかありますか？うん、あ、それこそキャストをやりたいな。え、今年中に。そうなんですか。へえ、そう、キャストかお店をやろうかなと思ってて。ええどんなのをしたいんですか？どんな。あ、言える範囲でいいですか？まあ、ダーツとか、ダーツとかビリヤードとかが結構好きなんで、はい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 、それをやれるお店、それがメインのお店というか、なんかこう肉付きがいい人と一緒にやりたいよねみたいな。ちょ
待って、ダーツとビリヤードやりたいのと肉付きがいい人とやりたいっていうのはどういう話なんですか。それはあの肉付きがいい人がダーツとかビリヤードやってるのを見たいっていう話なんですか。あ、でもそうです、そうです、あ、なるほどね。あ、そう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 、はい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 、バニービリヤードとかと一緒で、あ、はいはいはい、あのゲットでやってるやつですかね。そうです、そうです、そうです、あれ言うのやりてえなっていうので、なるほど、いろいろ進めてたりします。あ、そうなんですか。なんかそう、何もやってないのはやりたくないからなのかなって思ってたんですけど、うん、スタッフとかそういうわけじゃないんですね。そういうわけではなくないかな。うん、なんか見た目が見た目なんで、うん、この見た目を許してくれるお店が果たしてあるのかみたいな常識持ってるあれですね、あの客観視してるわけですね、ご自分を。そうそうそう、なるほどなるほど。そうそうそう、まあでも自分でね見てやればねいいですもんね、そりゃね。そうそうそう、うんうんうん、だからね、なるほど、文句言われないからね。まあそうですよね、自分がね、うん、自分のレベルですからその気持ちはわかります。私もあのちょっと協調性がないので自分であのやりますから、一人でイベント、うん、誰にも合わせられないはいたまにお声掛けいただくんですけど、あの本当にお声掛けくださる方はきっと私のことをよくあのご存じないのかなって思いますね。そんな私みたいなのを入れたら大変なことになりますよ、もうイベントが。よくないよくない。うん。でも面白そうですけどね、なんか。私がどっかのイベントに、あ、どっかのこうグループで運営するイベントに所属するですか。うん。そうです、そうです、そうです。問題起こしますよ毎週、うん、そうか、このミーティングやる意味ありますとかね、うん、この時間何の時間ですか、怖いっすね、とかね、うん、言いかねない怖い必死すぎて、また怖いって言われますよそう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 、本当やるみかさんとかが最近言ってるからですよ、怖い怖いってね面白いですよね、うん、いや何一つ怖いと思ってないくせにもうよく言いますよ本当でも今日びっくりしましたよ、え、この動画撮るって言うのはなんか前から言ってたじゃないですか、うん、ただ、はいはいはい、今日のお昼に連絡来ると思ってすいません本当にいや、あのインデックスのサポートから連絡が来てあの HMD 丸ごと送れって言われたんで、あーって、ね、そっかーみたいな、ケーブルだけだったらなんか誰かねちょっと友達とかで待ってる人に借りればいいかなって思ってたんですけど、うん、うん、丸ごとだと大体機がないんで、そうするとハリミカンさん1週間以上空いちゃうし、うん、せっかくホラワのね、うん、あの公開があるのでそことあんまり間空けない方が、うん、あの見てる方もね分かりやすくていいかなって思ったんで、うん、すいません本当に突然本当にすいません、本当に皆さんのなんか計り知れないあのわけのわからないリズムで私生活してますんで、皆さんを本当驚かせるんです、すいません必死感がもうひどすぎてすいません誇張忘れてます、いやいや全然いいんですけどありがとうございますじゃあですね、最後の質問なんですけども、はい、気になるギャルを教えてください、いますか。はい、多分動画に出てない人の方がいいんですよね。いや、そんなことはないですよ、どなたでも。そんなことない。あのハルミカンさんの一押しのギャルを教えていただけたら、このギャルおすすめだよとか話聞いてほしいとかあれば。あ、じゃあちょっと4人、4人4人すごいいっぱいいるすごい、でも最初に影響をもらったまず3人ですね、うん、ゼフィランさん、はい、ガラムさん、ナムザルさん、はい、なるほど、まあ、うんうんうん、もうめちゃくちゃ好きなんですけど、あとは、うんうん、まあ、同じような見た目をしてるギャルが一人ギャルさんにいましたはいおっぱいでかい同盟かな、うん、はいそう、空くじっていうやつなんですね。そうですね、確かに同じようなというかね、キャラはだいぶ違いますけど、サイズ的にはそうですね二大巨頭みたいなものですもんね、ギャルさんのね二大巨頭なのかな、うん、なるほどね。そうそう、あと、うんうんうん、
あとは、うん、5人目ドルさん、うん、あドルさん、はい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 、既婚者雑談会でした、うんうん、出てくださいましたね、あの人ですね、うん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 、あの人のキャラは遊ぶんですかね、あめちゃよく遊ぶますし、うんうんうん、なんか作業通話とかもしたりする、うんうん、そうなんですか、え2人でですか2人で、あすごく親密な中でいらっしゃるそうですね、結構仲良くて、そうなんですか、うんうんうん、そうです、なんか彼は、うんうん、始めたのが去年の10、うんうん、違うか、もう一昨年か、一昨年の12月とか11月とかに始めてたらしいんですけど、あの始めて1ヶ月切らないぐらいで、うん、ほとんど今の見た目のギャルだったんですよ、へーそうなんですか、へーすごい強そうですね、うん、そうめちゃくちゃ強いんですよね、うん、初めて会った時に本当に感動して、すご、うんうんうん、これはもうギャルさんに誘わないとって言って確かにはるみかんさんの一押しでしたよね、そうですそうです、ね、なんかそうだそうだ思い出してきました、そうですよね、はるみかんさんがすごいおすすめみたいな聞いた気がします、そうなんですよ、うんうんうん、でまあ、なんで彼から面白い話聞けるんじゃないかなと思って、うんうんうん、なるほどなるほどありがとうございます、5人いましたよ、5人、4人じゃなくて5人、ガラムさん、ラムザルさん、ゼフィランさん、ソラクジさん、ドルさんでもそのうちね、あのゼフィランさんとガラムさんはもう出てますからね、うんうんうん、そうなんですよ、うん、なるほど、わかりました、あとははるみかんさんの方から、こんな話しておきたいよとかありますか、こんな話、うんうんうん、あそうだな、なんかもしちょっと逆に質問したいことがあって、あはいはいはい、あぜひ嬉しいです、いつも聞いてばっかりだから、うん、なんかもしかしたら他の動画とかで言ってるかもしれないんですけど、うんうん、はいはい、なんで動画撮り始めるようになったのかなっていうのが、あーなんで動画撮り始めるようになったのかな、あなんでだろう、あ思い出したかも、あのきっかけは覚えてるんです、きっかけは、うん、あの平吉さんっていう、はいはいはい、あのフレンドというか大先輩の方が、うん、あの Vlog を撮ってたんですよ、うん、であ思い出してきた旦那、うん、あ私あのそもそもお料理の YouTube やってたんですよ、リアルの方で、はい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 、なのでなんか動画を撮ること自体はなんかこう面白いなって思ってて、でもなんか動画に凝りたいとか美しい絵を撮りたいとかじゃなくって、なんか自分が言いたいこととか伝えたいことをあのめちゃくちゃ効率的に、うん、あのまとめてパッて出して、あの他の人からフィードバックもらうみたいなのが好きだったんですよ、うん、なのでなんかそんな感じでその、Vlog 撮ってる方を見かけして、あそっかこれリアルじゃなくて VR でやっても面白いかもって思って、うん、そうそう、あとあれですね、お友達を探すにあたってやっぱ自分のことを、うん、こう発信してっていいなって思ってくれた方が来てくれるようになると助かるなって思ったんですよ、なんか属性がいろいろじゃないですか、皆さん本当に、うん、そうですね、バラバラで、うん、だから何にも知らない状態でお互い会ってもなんか全然噛み合わなかったりとか、なんかそれこそ私がなんで人妻って名乗ってたかっていう話にちょっと近いんですけど、やっぱ最初女性ユーザーだと、うん、やっぱこう男性ユーザーが、うん、すごくこう話しかけてきてくれるんですよね、いろんな期待を持って、うん、なんですけどそういう期待を持って来られても私一切答えられないので、もう人妻って言っちゃったら、うん、そういう目的の人は来ないじゃないですか、なの で、ね、お互いにとってウィンウィンだなって思って、うん、私は私の考えに近い方を見つけやすくなるし、うん、ね、偶然見た方はあこの人はなんか結婚してるからなんか言ってもしょうがないんだって思ってくれるし、すごいありがたいなって思って、うん、なのでこう自分はこう思うよっていう話をこうしていって、
考えがね近い人とか、本当に実際そういう風に話しかけてきてくれるんですよ。なんかなんとかの話見ましたみたいな、私も同じこと思っててみたいな、考えが近いんですって言ってくれると、あ、仲良くしましょうみたいな感じでぜひお友達になってくださいみたいな感じにね、なったりするので、その辺ですかね。動画撮るのが、まあ、嫌いじゃない、フィードバックもらえるの嬉しいみたいなのと、あと自分の考えに近い人を見つけたいみたいな、自分の価値観に近い人を見つけたいみたいな。すごいですね。いや何もすごい。なんかずっといや気になってたんですよ。そのなんか動画撮る動機じゃないけど、どうして撮り始めたんだろうっていうのはずっと気になってて、そういう理由でっていう。そうなので、なんか私は VTuber じゃないって、ね、いつも私は思ってるんですけど、まあ、そんなの見てる人にとっては関係ないんですが、何が違うかってそこが全然違ってて、 VTuber の方って多分見てる方のためにやってるんだと思うんですよね。で見てる方が求めてるコンテンツなんだろうって探してやっていくんだと思うんですけど、私は全然違っててVR チャットをやるために、自分の居場所を見つけやすくするために、探しツールとして、まあ、使ってるっていう感じなので、まあ、それは VTuber じゃないよねって思ってるんですよ。でなのでいつも思い出アルバムっていう風に言ってるんですけど、私はまあこう VR チャットをこういう風に使ってるけど、皆さんどう思いますかじゃないんですけど、そのこういうのを楽しい、こういう遊びを楽しいって思ってくれる人と私は仲良くしたいですっていうのをこう記録してる思い出アルバムなんですよ、これは。なるほどなるほどなるほど、なので楽しいことをしたら、まあホラワとかもそうなんですけど、ホラワ自体は好きじゃないんですけど、でもそうやって嫌だなって思いながらギャーギャーやりながらやってると、まあはるみかんさんみたいにね、怖がってる人見て面白いなって楽しんでくれる人もいるし、そう N さんみたいに一緒にギャーって騒いで面白かったねってなる人もいるしそれを見て、あ、そんな面白いワールドがあるんだって思ってくれる人がいたら、みんなハッピーじゃないですか。うん、そうだね。なので、押し付けがましいんですけど、楽しいよ食べるみたいな感じで、お酒どうぞみたいなもう本当いらない人にとっては勘弁してくれ以外の何者でもないと思うんですけど、まあ、動画なんてね見なければいいんで、いらない人は、欲しい人についてはね、すごいいいとこあったよ、見てみてみたいな感じでお裾分けしたいんですよね。なんかすげえな、そっか、そういう、そういう考え方があるいやでも基本的にはまあ自己中なんですよね、なんかまあ自分軸ですねって、いい言い方をしてくれる人もいるんですけど、まあ基本的にはやっぱり自分がこうやりたいこととか、自分がしたいことは何かなっていうのを、考えていたいんですよ、私は。どっちかというと人に尽くしやすいタイプなんですね、人に合わせやすいタイプなんです。なので忘れないようにしないと、自分はこういうことに興味があって、こういうことをしてる時が気持ちよくってっていうのを忘れないようにしたいっていうのもあって、今自分は何したい、自分は今誰と話したいかなっていうのを常にこう考えて、そういうのを取っていくみたいな、そういう風にしたいんですよね、ただただ自分がいや、かっこいい、なんか、いや、すげえかっこいい。いや、そんなことないですよ。だから、時間にシビアじゃないですか、私、その、時間がなさすぎるから、余裕がなさすぎるから、時間空いたと思ったら、もう、無駄にしたくないんですよ。だから、私は、今何したいんだろう、誰と会いたいんだろう、誰と話したいんだろう、みたいな、そんな感じで、いつも切羽詰まってるんですよ。もう、なんか、いつも追われてます。残り時間が少ない、じゃあ、はるみかんさんのギャルこれ撮りたい、みたいな。はるみかんさん今日空いてるみたいな、そんな感じですね、撮らせて今日みたいななるほどな、はい、なんかすごい常に追われて生きてますね、のんびりできないそうか、いやでもそんな風にね、聞いてくださる方、なかなかいないので嬉しいです。そうなんです、人にも聞きますけど、めちゃくちゃ気になってたんですよ。そうなんですか、そんな、そんなアルミカンさんが私に興味を持ってくださってるとは感激です。いや本当はもういろいろ聞きたいことあるんですよね。そうなんですか、自分尺的には全然ありますけど、もしよかったら、なんか
なんかもう普通に、なんでギャルになりたかったのとか。ああ、それは、そう、はあ、ははあ、ありがとうございます、聞いてくださって。なんか最初の頃よく聞かれたんで、よくその話してたんですけど、最近聞かれないんで、うんうん、まあ、ぜひ説明していいですか、うん、説明させてください。お願いします。いや、私あのギャルじゃないんですよ。だからで、あの学生時代とかもあの結構ね、自分で言うのもなんなんですけど、お勉強できたんですよ。なので、あのお勉強を優先して生きてきたんですよ。で、ある程度年頃になると、うん、今度は男受けを優先して生きるようになるんですよ。でギャルって、まあ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 、ギャルって、まあ、はるみかさんみたいにね、うん、ギャル好きな人はいいかもしれないけど、ギャルって一般的にあんまり男受けしないんですよ。うん、ね、なんか学生の時とかもちょっとこう、なんだろう、あの夜のアルバイトとかするんですけど、ギャルじゃない方がお客さんつくんですよ。あー、なるほどなるほど。うん、なので、あの常にそういうことばっか考えてきてるから、あのギャルになるタイミングがなかったんですよね。なるほど、はい、なので、はいはい、あの真剣に男にモテたかったんで、あのそういう機会がなく、金髪とかやってみたかったけど、絶対モテないの分かってるからやれないとかなっちゃって、あのでね、いつだったかな、あのまあいろいろ出産とかを経て、いろいろその時間がないとか、うん、やりたいことやれないとかっていう不自由な生活になった時に、私やりたいこと何を我慢してるんだろうなって思ったんですよ。うん、やれること今からでももう全部やろうみたいな、どうせ私が使える時間なんて1日に数時間しかないんだから、その間やれること全部やりたいとかってなって、やりたいことリストみたいなの書き出したんですよ。でその中にギャルになりたいがあって、あでギャルはさすがに今やるとやばい、私結構固い仕事してるんでまずいんですよね、できないんですよ。で VR チャットっていうのがあるって知った時に、あ、 VR でギャルになればよくないってなったんですよ。なるほどね。はい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 。なので VR チャットに来るときにギャルのアバターになりたいなって思ってきたんです。うん、うん、でもガチャって開けたらギャルのアバターがいなくて、ガチャって閉めて帰ろうとしたんですよ。無理だわってなって、ここではギャルなれねえと思って。なるほど、はい、それで、はいはいはい、YouTube 見て VR チャットってなんかもう本当ああいうアバターばっかりなのかなって思って調べてたら、昆布さんの、VKET のなんかコラボ動画みたいなの見つけて、ギャルサーコラボみたいなの見つけて、蕎麦屋さんが、大神ルーちゃん の頭に蕎麦乗せたギャルだったんですよ。で、あ、ギャルいるんだ、なんか頭に変なのつけてるけどと思って、で昆布さんが映って、え、すごい可愛いギャルいるじゃんみたいな。でその時にあのいたこうギャルの子たち、ねんやんさんとか、なんか宮野原さんとか映ってたんですけど、みんな普通のこう大人のお姉さんで、あ、そんな選択肢もあるのってなって、あのもう一回ガチャってしました。あ、じゃあ私やりますってなってやりますでそしたらあれなるのめちゃくちゃ大変じゃんと思って、なんかもう、もうやっぱ帰ろうかなって何回も思いました。なんかそんなやんなきゃいけないのみたいなそんな知識いるのみたいな感じで、いや、そうですね、そういう流れですね。うーん、ああそうなんだ。うーん、いやでもそっか、ギャルになったことなかったんですね。ないです、ないです、一回もないです。なんかてっきり、そうなんだそうなんだ、うん、あ、うんうんうんすごいすごいね、そのこの前のあの立ちばさみの動画の時はさ、うん、はい何なんかこう割とこうなんか、あ、面白い人だなと思ったんですよね。そのなんか言葉選んでます。どういうこと？なんか若干天然なのかなと思ったんですよ。めちゃくちゃ面白い。あ、なんか設定が理解できないからですよね。多分。そう。というか、もう切れてるところを教わったんですけど、めちゃくちゃ面白くて自分で言ったじゃんって。
違う、あれは、ね、あれはアルミカンさんはね想像がつかないかもしれないけど、あのホラーが苦手な人ってそれだけでねこう脳内のねこう CPU がね急に性能下がるんですよ。怖いから頭に入ってこないし、はいはい、考えられないんですよ。であともう一つあって、うん、私はゲームとかがすごく苦手なのでやってこなかったんですね。だからみんながフラグが立つっていう表現するじゃないですか。あれも VR チャットに入るまで、うん、普通のねプログラミングのフラグ立つは分かりますよ。だけどみんなが文脈で言ってるフラグ立つの意味分かんなかったんですよ、うん、あどういうことみたいな。フラグ1にしたみたいなよくわかんないっていう感じだったんです。だから皆さんが多分ああいうホラーワールドとかに行って何かが起きると、あこれで何かが変わる分岐するフラグになるんだとかっていうふうに多分ピンとくるんだと思うんですけど、私は来ないんですよ。で、あと前提となるああいうなんかはエンタチバサミのこうモンスター的なやつよくわかんないですけど、あれもなんていうんですかね、どうしたら追いかけてこなくなると思いますかみたいなこと聞かれたじゃないですか。ノーアイディアなんですよ、うんうんうん、いや全然わからない。だからそれがリアルにいればいいんですけどいないからそれがわかる人いるのっていう、これ国語の問題としては成立しないけどっていう気持ちになっちゃうんですよ。なるほどなるほど、わかります。だからいろんな物語を見てきて、はいはい、映画とかゲームとかそうですけど、多分インプットがある人たちには、うん、なんか多分共通のコモンセンスがあるんだなっていうのはなんとなく空気で私は理解したんですけど、それを私は持ってないんだっていうことも同時に編集しながら分かったんですよ。あ私だけなんだ分かんないのと思って、でも私からは明確に、はいはい、インプットが少なすぎて分からない。だから私ずっと何回も聞いてるじゃないですか、えそれどういうことですかみたいな私だけが分かってないそれは多分皆さんと同じ知識とか文化を持ってないから通じないんだなっていうのがすごくよく分かりまして、天然というよりかもう単純に知識不足ですね。あれはみんな分かるんだすごいねみたいな。私なんて行けるとこと行けないとこの区別すら分かんないんですよ。なんていうんですか、多分ここが道なんだろうみたいなのも皆さんにとってはすぐ分かるんだと思うんですけど、私にとってはすごい分からないんですよね。そこにコライダーがあるかもしれないしないかもしれないしとかが全然分からなくて、でそれを恐怖でこう萎縮した脳みそで考えるんで、あ全然分かんなかったんですよね、うん、あれは本当にとても私の不得意な分野でしたね天然ってわけじゃないんですけど、そうかそうですね。でも切れやすいです。なんか中学校はヤンキーが多かったんで、うん、結構怒りのボキャブラリーは、うん、方言になっちゃうんですけど、うん、すっごい柄が悪いって言われます、うん。ああそうなんだ。普段は綺麗に喋るようにしてるんですけど、すごい怒りが到達するとなんか子供とかね叱る時にもすごい方言出ちゃってものすごく柄が悪くなりますね。やっぱりヤンキー育ちは違うねって旦那さんたちにねこう言われますね。ちょっと育ちが違う。そうなんだ、うん、だってあれでしょうね、エンタチワサミもこう画面があいつが来て画面が暗転した時に、うん、すごい冷たい声になってましたもんねあれはでもまだ冷静な方です、まだ冷静な方なんだ、うん、綺麗に言える時はまだ冷静ですね。あ、はい、なかなかないです、方言に戻る時は、うん、見てみたいですね一度ブチ切れてる。やめた方がいいですよ本当に。旦那さんとかドン引きですよ本当に。うわあでもなんか人が見せない一面見てるのが一番結構でも好きだったりする。性格悪いんですけど。うん知ってる。はるみちゃんさんっぽいなと思って今聞いてました。やっぱりね丁寧にねこう柔らかく隠してますけど中身ねやっぱえぐいですよね。はい、真っ黒なの見えてます。いや見えてます見えてますよく見えてますよ。いやでもあれはね結構ねストレスかかりましたね、エンタチバサミは。そっか怖いし、でもね切れすぎちゃいけないし、うん、カメラの位置も気にしなきゃいけないし、うん、みたいなね。
楽しかったですか？ちなみに楽しかったは楽しかった。そうですね、なんかみんなが楽しそうなのを見れて満足ってなりました。なんかそのまあでも私にとっては刺激さえあれば快でも不快でもそれはどっちでもいいんですよ。あの私が一番嫌なのは退屈なので、あの不快であっても、まあ刺激になればそれはいいんですけど、楽しかったっていうにはやっぱ不快だと足りないじゃないですか。で私の楽しいのもとは、あの周りの人が楽しそうにしてることなんですよ。なのであの N さんが最後満足ってこうねニコニコ言ってくれたこととか、あのはるみかんさんとかカメントさんが人が怖がってるの見て本当楽しかったって言ってくれることとか、あとね中田さんがあのニコニコな N さんを見てホラワ嫌いの人も楽しんでくれて嬉しいって言ってくれたこととか、まあ、そういうところがなんかあのよかったな、やってよかったなって思うところですかね。よかった。いやなんか、それなら良かったんですけど。あ、あと、はるみかんさんがね、あの、私が怖い思いをするのと引き換えに、水瀬くんになってくれて、つよつよの、はるみかんさんがイケメンバター改変したらどうなるのかっていうのも見れたんでね、もう本当それもやって良かったですよ、もう。あれ、悔い残ってるんですよね、ちょっと。え、そうなんですか？なんかもっとできたはずなんで、そうそうなんですよ。パンツとか変えたかったみたいな。ちょうど風邪ひいちゃったりしたので。あ、そうだったんですか。なんでしたね。そんな中そうなんですよ。なんでなんか全然、ね、改変する時間もあんまなくて、いやでも良かったですよ。なんか中途半端な状態で行っちゃったんで。いや髪とかもね、次なんかある時は目とかもあのはるみかんさんぽさが出てた。そうですね、次ね、せっかくね水瀬くんありますからね、何かね、ぜひ水瀬くんになっていただいて。そうですね、もう私ホラワはいいかなって思いますけどね。もう見てる人も飽きたよ。だってもう結構やったから、あと半年はいいでしょ。いやめちゃくちゃ面白いですけどね、見てる側からすると面白いです。皆さんどうですか。やっぱあのね3人組で行ってるのとかめちゃくちゃ面白いですよ。そうです、ね、あの1階エレベーターかな、ゆいぴぴと N さんで行ったやつですね。そうそうそう。いやもうあれはね、あの2人のね能力がね高すぎるんですよ。あの今回も N さん1人でも相当ですけど、やっぱねこれなんかがすごいもうタレントしかないですよ、本当にすごい。だからですね、だから天才ですよね。そうなんです、別にホラワじゃなくてもあの二人だったら、あの二人と一緒に行ったら何でも面白くなると思うんで、うん、もうホラワはいいかな。そっか、ホラワはいいか。うんですね。そっか、でもはるみかんさんがいろいろ聞いてくれて嬉しいな。気になってたんでいろいろと、いやいやありがとうございます、本当にありがとうございます。こちらこそなんか教えていただいて、いつかはるみかさんのそのどす黒いところを見る日が来るんですかね。いや隠し続けますよ、もう一瞬まで。あ、そうなんですか。 VTuber だったら、あ、そうなんですね、わかりました。なんか見たいような気もするし、やっぱ 見たくないような気もするんで、でもね今後がね楽しみですね。今後も一緒に遊んでください。たまに。はい、いや、ぜひぜひよろしくお願いします。黒みかんさんを見せてください。じゃあちょっとずつ小出しで。ちょっとずつね、ちょっとずつ。じゃあ今日はね、あのこんな感じでおしまいにしたいと思いますが、はるみかんさん、はい、ね、ギャルサーのちょっとあれですね、おっぱい大きい組って言ったら怒られるのかな、怒られます怒られないかな。いや怒らないんじゃないですか、別に怒らないですかね。うん、あのグラマラスなセクシーお姉さん、はるみかんさんですけど、今年ね何かお店をやるかもっていうことなので、あのはるみかんさんにあのお話ししてみたいとかねいう方はちょっとツイッターとかチェックしてもらってね。そうですね、お店のオープンを楽しみにしてもらえたらいいんじゃないかなって思います。うん、ということで、はるみかんさん、今日はどうもありがとうございました。はい、これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ではまた。